600の標識を通過しました。先頭は7番のサグアロ変わりません。差を詰める3番トノパー4コーナーへ手が動きます。6番ポリゴンウェイブ、そして10番トワシトラール、後方からは5番のサベージがスーッと追い上げてきた。さらに後ろにはリベイクールシティ4コーナーから直線大きく広がって乗り比べ、7番サグアロ先頭、追ってくる3番トノパーが2番手、外から追い込んでくるのは5番のサベージ、200を通過、ポリゴンウェーブは少し遅れた、あとは11番タイガーチャージ、後方からはリベイクフルシティ、連れて伸びてくるのはオピニオンリーダー、前は5番のサベージがトノパーを捉えてゴールイン、差し切りました。勝ったのは5番のサベージ、ゴール前3番トノパーを差し切りました。ダービーに向けていい競馬ができればなっていう、まあ、権利がまあなんとか取りたいなってぐらいの気持ちで臨んだんですけども、うん、やっぱちょっとね、前回展開も向かなかったりで、いい足使ってくれたんだけど届かなかったりで、ね、なかなかちょっと本当力は示してくれてるんですけど、勝ち切るまで届いてなかったのでね、改めてこの馬の力がこうしっかりこう見られる競馬 で、まあ、ダービーまでなんて言うの、目処の立つ競馬がねしっかりしてくれたので、すごい嬉しいですね、はい、まだまだちょっと競馬が少し上手じゃないっていうか、ちょっとこう道中力んだりするところもあって、より難しいところあるのを、まあ、教育してる最中なんですけども、その中でよくこう馬も我慢してくれましたし、ジョッキーもうまく馬を我慢して足溜めてくれたので、まあ、本来の末足をしっかりこう発揮することができて、まあ、内容も伴ってたので良かったかなと思います。 3,4 コーナーのこう回ってくる感じ、そこの走り見て直線はまずしっかり伸びてくれるなっていうこの感触で見てたので、まあちょっと一頭ね抜け出した馬がいたので、なんとかかわしてくれっていう思いで見てましたけど、まあしっかりかわしてくれて本当馬を褒めてあげたいなと思います。疲れの抜け方見てですけども、間もありますし、もともと予定してた通り羽田杯に向かおうかなと思います。まあもともとダービーを見据えてね、ずっとこう作ってきた馬とか育ててきた馬なんですけども、まあダービー以降もっと良くなる馬だなっていう感触を持って調教しているところではあるんですけど、まあ、ここでこれだけの走りを、勝ち切るだけの走りを見せてくれましたので、まあ本当展開一つでダービーでもちょっといい競馬してくれるかなって改めて思いますので、はい、もうぜひ この馬の最後の末足を見に現地まで足を運んで、はい、ダービーに応援してくれればと思いますので、はい、また応援よろしくお願いします。ちょっと折り合いが難しい馬で、前半ちょっと苦労してたんですけど、まあ、向こう上面でもうまくなんとか我慢してくれてたんで、まあ、そうすれば最後いい足使うのは分かってたんで、まあ、ずっと我慢してました。とにかく向こう上面あたりでこう馬が少し力抜いて、なんとかこう息入れて走ってくれるようになってきているので、その辺は成長しているなと感じます。実際まだまだ課題がある馬だと思うので、まあ、そんな中でもこの強い勝ち方してくれたっていうのは、もちろん次にはよくつながってくると思います。久しぶりの重賞で、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。